メダクトブラブのビオトープ、どうもあきチャンネルです。今回はメダカのポツポツ死がなぜ起こるのか考えてみました。はじめに今回のテーマはポツポツ死ですが、メダカに限らず熱帯魚やエビなどでも使われます。一般的に前日まで元気に餌を食べていた生態が 2,3 日おきにポツポツ星になることをポツポツ死と呼びます。でこのポツポツ死は人間が言っているだけで、ポツポツ死という病名はありません。そして気になるのが、メダカは屋外飼育より室内飼育の方がポツポツ死になることが多いです。ひどい時は全滅することもあるので、なぜポツポツ死が起こるのか必ず前兆があるはずなので、原因を考えてみました。一番の原因は水質悪化による細菌感染だと私は思っています。メダカの糞や餌の食べ残しからアンモニアが発生します。通常ろ過バクテリアがアンモニアを分解して硝酸塩と濃度を下げてくれます。さらにろ過バクテリアが分解しきれない部分を私たちが水替えで補いますが、過密飼育による餌の与えすぎ、水替え不足で水質悪化につながり病原菌が悪さをします。よく聞くのがエロモナス菌です。症状は肌ツヤの悪化、付録の逆立ち、不可失血などがあります。原因は水質悪化、ストレス、栄養不足などによる免疫力の低下からエロモナス菌の感染につながります。治療方法は体調の悪いメダカを別ケースに移し、塩浴や薬浴で治療します。また元の飼育ケースも感染のリスクがあるので、できればリセットすることをお勧めします。早ければ早いほど他のメダカへの感染を防ぐことができます。次に水質の違いです。メダカは弱酸性から弱アルカリ性 pH5.5 から8ぐらいが好ましい水質になりますが、水合わせなしで弱酸性のメダカを弱アルカリ性の飼育容器に移すと、急激な水質変化によりポツポツ死につながります。次に寿命です。同じ頃に孵化したメダカなら星になる日も近いと思います。ただ個体差があるので、1年で星になるメダカ、2年で星になるメダカ、様々だと思うので、可能性としては低いと思います。次に餓死です。屋外飼育ならグリーンウォーター、植物性プランクトンなどいろいろな微生物が発生するので、餌を与えなくても個体差が関係しますが、1ヶ月程度なら問題ありません。室内飼育は光量不足でグリーンウォーターになりづらく、メダカの餌となる微生物も少ないので、餌不足によるポツポツ死の可能性があります。またろ過フィルターやエアが強すぎると水面が波打ち、餌をうまく食べられず餓死することがあります。次に太陽光です。屋外飼育でメダカと太陽光は深い関わりがあります。産卵、孵化、成長に必要なのが太陽光です。太陽光なしでは産卵、孵化、成長することが難しくなります。また太陽光、紫外線を浴びることで病気予防になり、健康なメダカに育ちます。注意点として、メダカは30度を超えると少しずつ餌食いが悪くなり体調を崩します。遮光対策なしだと水温35度、40度と上昇してポツポツ死につながり全滅することもあります。室内飼育では太陽光の代わりにアクアリウム用のライトを使いますが、光量不足が少し気になるところです。そして水温が上昇することで水中に含まれる酸素、溶存酸素量が少なくなり酸欠を起こし星になることがあります。最後にまとめです。いろいろ原因を考えてみましたが、複数の原因が重なりポツポツ死につながっている可能性も考えられるので、水替え、餌やりだけではなく注意深く観察することで早期発見につながり、ポツポツ死を防ぐことができると思います。本日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。